あの奥、何かいるぞ。あからさまに罠だな。けど、隠し扉ってワクワクしちゃうよな。否定できないのが悔しいよ。今の人って、はい、誰かと違う。うっせ。ま、あ、え、もっと聞かなくていいの？黙ってたのは理由がある。それくらい分かってるさ。その理由が問題だろうに。そんな子供じゃないわよ。
ここ美術館？なかなかいい男。理系さんですわね。へえ、こういうのがタイプなんだ。特にそういうわけでは。嫌いじゃない。生々しくて芸術的。ほんと生きてるみたいだな。正確には生きていた。だな。え？セルゲイそっくり。スレイさん、この方はセルゲイさんの弟さんでは？この石像は人間？いるの？人を石に変える氷魔なんて聞いたことがあります。確か。騒がしいですね。祈りって雨を降らせた。そのと。なんで？恐怖で民追い詰められた民衆の邪魔をする。永遠を与えましょう。見ないで。メデューサは目があって。クソ。私が突破口を開く。下がってろ。あ、愚かな私。そうかよ。貴様。うっと。そういうことか。デゼル、あんた目が好都合だろ。永遠を与えるのはやめます。刹那の死。来るぞ。奴が目を開いた時は俺をまとえ。あんた見えなくてなんで戦えるの？俺をなんだと思ってる。風の動きで全部読めるんだよ。すごいね。見直した。おだてる暇があったら集中しろ。南海霊人ヒタレ強靭達成。ラストフレンジ。水蛇の化身よ。南海霊人ヒタレ我が道を作れ。ラストフレンジ。いつか集中切らすな。気を浮かせ。シャクの輪を混じりてランプス無双か雷ヨレット行くぞ。進撃よし行きましょう。過信症状作れ。有効へ小振りで立つ。過信症来我が剣は支援。赤き放火に介護せよ。グランドレイブ燃ゆる焦げ焼き尽くす。うなれエース。地平の果てまで刻んでくれ。待てよ。もらいどんこう。行くぞ襲撃。カレー狼。これどうだ。アベンジャーマイト。切り切ら家を貫け。行くぞ襲撃。共栄人フリーザーと知り合いゲストも強人立ち。アイスシュゲイト。まだまだカレー狼。アベンジャーマイト。マクアスマイト。の知り合いゲストも白き水よ崩落せ。ビジュゲイト無名称クラッシュ。これどうだ。地の果てまで刻んで砕け。地に溺れそうなアルベス姿へ戻れ。マインドプレイブ瞬撃したく崩し。これどうだ。守りに終わったらガードスライブ上特別見栄を貫け。ウィンド特別守りに溺れたら世話ないようになる。激ラン逃がさない。これどうだ。負けるの激ラン行くぞ。マネだけ獅子善行おのれ無駄だ。おのれ負けるか。負けるか。温泉トレート負けるか。に集中しろ。負けられない。砕けろ。ウィーユーユークル家に全一瞬剣の特徴焼き尽くせ。ディープグラッチ原神トル陣の霊一瞬剣の特徴雷切れ切り裂く小翼一閃おのれ切り裂く竜の先は霊源共犯ゲスメガどうしよう。
私は…なんだ私は…浄化できない。ライラ、もう一度。はい。私は…生み出す汚れが多すぎる。なんとか止めない。それには数奇鏡が自らの…無理だよ、それ。ねえスレイ、正義の心が汚れを…それは…この人がそうなんだよ。殺すしかないだろう。殺す？妖艇や騎士団に政治の何がわかる。同志が心を救えば上がしのげる。私は…心が壊れてしまった。もう人には戻れない。敵意が汚れを強めてしまったのか。俺たちへの…スレイさん！こんな答えしか出せなくて…ごめん。眠りよ、コーネータレ。なんで？あんたの決意はよ、スレイは殺しちゃだ。けど…スレイの仕事は生かすこと。あた…どうせ…さあ、後片付けはセルゲイたちにお願いし。私、ロゼさんを強い方だと思っています。優しいやつ。スレイ、そんな顔しないの。分かってる。マオテラスの天意見聞録けど、と言っても五大神。そもそもマオテラス飛力だって治水花風があるのに、五大神信仰の象徴的存在と思っていたが、ライラは何かし聞かない方かわいそうだ。それにしてもそれも謎。やりきれ…ライラ…スレイ…ごめん…いえ…俺にもっと…図に乗るな。勘違いしたらダメだよな。妙…そうだな。私たちもやんなきゃ…ああ…なんだこりゃ…奴の気配はまだ残っている。このペンドラ…そう、もっと強くなりたいのね。何も言ってないだろう。バレバレよ。村長さん、同志に4つの日。村長さんが言ったやつ。大体だ。案外得意だよな。ごめんスレ。え、しかし自然は治水花風の4つで構成されて、馬屋、雨の地、はい、
グリーンウッド大陸そこまで行くともう神様。それは僕たちも天教術の源も彼らのはずだが、五大神とはそう、おそらく気力とは彼らの加護を得て最下の剣士。すごい力だけど、あ、デゼル、さっきは助かったよ。おかげでメデューサにバッチリ勝てた。仕事をしただけだ、俺もお前も。スレイ亡くなった。そうか。そっちは？皇帝陛下は我々を信じてくださった。だがフォートンス、そこで双方の言い分を通気橋は出られない。騎士団が暴殺したと疑う。ごめん。何の、スレイが通気橋を殺したのはスレイじゃない。そいつはこんなことつぶやいてた。それは特急手配の暗殺ギルド風の骨が殺害現場に証拠として残す文言。事実なのか？本当だよねえ。今さらだ、気を使う必要はない。ああ、分かった。暗殺、しかし同志の前で暗殺をなすとは。そりゃあもう。ああ、せいぜい救えなかった。雨が少し待ち、落ちてた。調合が完了したよ。救えたもの、教会神殿も見ポジティブミクリオ。あっ、やめろって。いつまでもへこんロゼ。ごめんもサンキューもなし。お互い次も頑張っ。 OK、 それで OK ってことで。やっと起きた。寝すぎちゃった。皇帝陛下はご死んだが、数奇教が束ねて。戦争をしたい奴らか。まとまりがなくなった分対処が難しいかもしれないね。またそうはさせない。戦争は必ず止めて。頼んだよ。さてと、宿で腹ごしらえし。減るはずだよ。いろいろありましたから。スレイはね、寝ないと持たなかったの。大丈夫なのかな。そうね。おーい、ドラゴ鍋メービン聞いたぜ。さすが。大変だ。うん、大丈夫。私もつそうか。で、うん、はあ、本当なんだって。魔王テラスは謎の多い天族だ。教会神殿は信仰を集めてきた相当強力な天族の加護。魔王テラスが存在し祀られだとすると問題は
か、マオテラスって大陸を勢なら、いなくなったのはその最悪の時代が始まって。待てよ、マオテラスの加護が戻る。マオテラスを探そう。おじさん、教会神殿以外だと、マオ試練の神殿。さすがド旅の途中で何かわかった。俺もじゃあな、カズ。ありがとう。うん、エギーユたちに伝えておくぜ。腹減った。前向きになれたみたいですね、スレイさんもロゼさんも。まあね、スレイは変に溜め込む時があるから心配だけど。ですね。ライラもだよ、もっと僕たちを頼ってくれよ。はい。スレイ。ああ、静かだから今さらだ。古代の旅人しこペンドラを。スレイ、今の今の子うるさい。僕じゃな。とにかくそ、さて試練の神殿をどうやって探すか。大まかな位置はティンタジェルの壁画でつかめるけど、ぶっちゃけ行って探すしかないね。今の方向はまさかかのもの。わからない、あの領域は感じないけど。まさかやつか。いたわ。ヒゲ猫じゃなくてトラ猫。ライオンなれば。なんて方向だ。あれはトラブシ、きっとコブリューの使い手ですわ。きっとってことは出任せね。バッサリだ。余裕の私はトラブギュナの手でさ。かけろ。目覚めりゃネイル。空を断ち切る。ライトニングブラスター。なめてる。まずは雷切り。ダンディ・クルトン、バスクラするまでフローディ全て出し切る。いつもに爽快原始負けられない。まずは引き出せ。白き水よ崩落せ。キリキラプラス。行きますよ。先行爆雷決めてみせる。無駄だ。水よ雷切る。気を受けて。行きますよ。爆雷飛行陣いつの時氷拡散せよ。
過信症へ決着なぜ全部圧勝だべ氷をさあ魔を断ち切る主の新月焼き尽くす塩分熱戦死を含めし終われない氷を放て終われないまずは得て保有の熱陣いでよ絡み合う荘厳なる水車主の新月保有の熱陣行くぞ氷を出さない魔を断ち切る行くぞ余ったの優勢勝敵をつけ総力に溺れては収束なんだ決着収益原神無影勝強栄陣氷を決着剣を振り回せばいいってもんじゃないのよその傘も振り回してるわけじゃないのトラ猫がまあ失礼なおごめんハズレかもしやムルジム様ええ有名人一匹狼いえ一匹猫私としたことがこの町は人間の欲望であふれているわいいえツグ同士この町にペンドラゴは大都会だ汚れを消し去ることは不可能だしでもそれは困り果てた純粋な願いには違いないでしょかそれでもまた兵も私考えがあるの人間の捧げる祈りを自分で選別したとかね私は考えさせなんかあったの祈りを単純に受け入れて加護を与えるだ人との共生のためにはそっかあらえ別の人のことでほんとお考えは分かりました適切な器を教会神殿の碑文はまだ無事無事だよ同志さんいろいろ言ったけど人も天族もそれぞれわきまえなきゃなかなかのねだよね見た目汚れ私たち天族ももちろん俺たちそういう努力の先にあるんだとけどそんな言い方現実なんか訳があったのかもそう任せきりにせず僕らも時々様子を見ようだなノルアツソンガサルセナガホモナラアタナハナキモそうなんかつまれつエギーユおう、情報収集大変そうだエギーユは私たちの目じゃあ、ロゼのそりゃあ、頭頭脳のない頭うるさい細かいこと棟梁昔は米神米神先代の頃だ小さ楽しかったよねああ、仲間を助けてそうだったな今はそうも言ってられん面白いネタあったいくつか近頃噂の同心マルフォは以前はローラン・フォートン枢機卿の死に乗じてうんうん、それと本家の教会も無視できなくなったそれってゴド人そんな裏事エギーユいや棟梁の意思だが見届分かったゴド人に行ってみようありがとうちょっと聞いてじゃあ大丈夫か任せとけっていいのかここはロゼ俺たちじゃ一緒に情報ゲットこっから来て一旦あいつら俺を見せこっちかだが相手にしてもはあThank you.
お集まりいた。はい、どうし、何、ハイランドの、じゃあグレイブ、人同士が争っている場合で、苦しい戦いでした。あれ、ハクマンザラ嘘そうよね、つまりこいつマジで私のこと、それこそが皆さんが望まれるなら、こ、どうしま、どうし、世界にって、ふざけるな、セルゲイだって何かあったの、多分待ってください、同志スレイ。分かってる。あのマルホはどう取り入ったのか、トロは将軍から騎士団に目、そんな理由、所詮トロは将軍は、こ、言い訳は無用、どんな理由があろうと詫びの言葉しか俺に名誉なんて。それより同志ってあんなに期待さ、聞こうという男、気にすんなって、言えなかったのだ、何も、自分は本当の同志を知って、利用されたのね。まったく皮肉だよ、汚れていない人間ほど、人の集団の、けどそれの、難しいな、ミクリオが怒るときってさ、大抵スレ絡みだよね。は？そんなことないだろ。何その反応？いい。じゃん。村の汚れ増えてないか？私もそう感じますわ。スランジ、うん、すまないが遠慮してくれ。え？だが心配には及ばない。私が。どうして？そう。僕たちが全く見えないのに。さすが同志様に。君は見たところ同志に憧れているようだね。同志とは。せ。とにかく村長のことは。病気の原因は。信じるの？あんなのの。ですが。村の汚れが、まずはゴド人の加護を復活させよう。分かった。あの子、霊能力があるのか。ツチノコって氷魔だよな。はい、とにかく警戒心が強くて捕捉が厄介な氷魔ですわ。
ミッケ、超ミッケ。ボトルを調合したよ。気合と度胸が小さ、動きの速さが半端ないぞ。入手だな。ハンのプレイで自分を使って、それで足止めできたらその後はお任せします。一振りで立つ。はっ、収束ライザー無償化。ラストリー、ゆるめくずに系のトリッキーな動きに注意です。無償化、焼き尽くせ、はゆる煉獄。土下座土下座、収束ライザー炎壁水源、カラミティフェア、有限残火、バーニングエコー、原始灼光、エンシェントロバ、氷維持耐炎、一点突破、燃ゆる熱煉、燃ゆる焦げ、燃ゆる熱煉、全部滅煎、収束ライザー焼き切る、燃ゆる熱煉、はゆる煉獄、耐えれるとか思って、一点突破、焼き尽くせ、全部滅煎、燃ゆる焦げ、燃ゆる熱煉、全部滅煎、来月働く、ハグは縁だ、焼き切る、焼き捨てせ、はゆる煉獄、去年も思う、はゆる煉獄、インブレインブレ、燃ゆる焦げ、燃ゆる熱煉、スエンドスエンド、来年なればと、去年も思う、燃ゆる焦げ、焼き捨てせ、全部滅煎、かけろ、やり一点と、焼き尽くせ、全部滅煎、耐えれるとか思って、集中攻撃よろしく、みんな任せたぞ、一気に畳みかける、燃ゆる焦げ、燃ゆる熱、一気に畳みかける、燃ゆる焦げ、焼き尽くせ、全部滅煎、私が決める、燃ゆる焦げ、焼き尽くせ、全部滅煎、焼き切る、焼き尽くせ、焼き切る、はいはい、潜れドラゴン、焼き切る、焼き尽くせ、収束ライザー、応援一戦、収束ライザー、しろー、こういう勝利もおつなものよ。私ごめんなさい。ううん、私はフォーシア。あらあら、大地の記憶。いいわよ、そんなことない、まあまあ、お礼の代わりといってはなんだけど、この近くの護道人、火の、それは分かったわ。Thank you.
なんだ今の。干渉してるってことじゃないか。ヘルダルフの配下が汚れを生む前に見たのと、あいつは戦争を起こさ、これは過去の記録。みんな騙されてる。いや、自分の意思で。そんな、ないとは言い切れ。村長さん、アンズルな青年、この同志マルフォの活躍どうしよう。だが、ま、様子が変だ。あのマルフォという男、村長を脅して。なんで教皇。マルフォは元司祭だ。それに教会が偽。教えてもらえる。なるほど。しけど、それは村長は偽エリクシルの販路と製法を、今後教会が赤聖光を、どういうこと、脅迫に屈したんじゃなくて、そう、教会は全教皇の悪事を踏む。マルフォは調停役として、ゴド人は合法的な収入を得るっては、罪のもみ消しじゃないか。それに教会が偽エリクシールを売るって、残念です。お金が必要だものね。あの、こいつは学校の建物、いいの、教皇、いいえ、それは私の家具だから村の収入源を残そうとした。見届けてみたくなったのよ。ありがとう。どういたし、決意の決意。